おはよう。グッときた。今日もすっちゃんが一番に起きたね。それでさ、さっきからあれつかんないけど、スイッチ、うん、ちょっとパパが起きてくるまでわからんね。いや、それもし、おべべめっちゃ寝坊するし。ママと遊びよく。そうやね、すっちゃん起きてくるまで遊びよっこか。うん、今ね、すっちゃんと Google マップ見て。じゃあね、次行きたいところはね、沖縄とか行きたい。いいね。おはよう、あっちゃん。おべべも起きてきました。時刻は8時半です。いや、8時31分前。あ、着いた。お、さすがパパ。じゃあ朝ごはん食べてからにしよう。今日は世界選手権がありますので、ママは一日そわそわしますけど、しょうまくん世界一になったらどうしよう。ドキドキするね。そわそわしてるのはママだけ？うん、ママだけ。今すっちゃんね、なんとスマホでアニメを作ってます。クリッパクリップっていうアプリ。あのさ、ママが好きだったやつ見してよ。いいよ、めっちゃ面白いだよ。いくよ。うん、やった。今日の給食なんだろうな。はい、皆さん給食なので給食取りに来てください。給食いただきます。これママの声。もくもく。ぶえまつう、うえももり。これはね、もうね、すっちゃんが全部声やってるだよ。自分の声を何回も取ったってこと？うん。おう！ちょっとこれ先生一体何なんですか？こんな感じ。面白い。うん。じゃあさ、ママ今から洗濯物頼むからお手伝いしてくれる？は？ママがやってないんが悪いんでしょ？だって忙しいんだもん、春休み。もう今日やらないとね、ママね、あのね、スケートね、今夜見た後ね、どうなっちゃうか分かんないから。全部ね、やっとかないといけない。うん。あ、こっちゃんが見てるよ。ちょっと食べ込みすぎたね。よいしょ、よいしょ。ママちゃんとやって。あ、来た。ママすっちゃんはね、春休み結構お手伝いしてくれますね。いや、これはママがやれって言っただけでしょ。そのアニメの世界ではこっちゃんとすっちゃんは一緒に学校に行ってるわけね。うん、ちなみに、うん、こっちゃんは中国3年生の設定。こうちゃん中3なの？うん。やばいね。え、で、すっちゃんは？すっちゃんはこっちゃんと同じの設定。え、じゃあすっちゃんは中3ってこと？2人とも。あ、そうだ。すごいいいね。うん。中学通ってるから。お昼ご飯は野菜たっぷりの焼きそばです。サラダチキンも入れて、タンパク質もしっかり取れるようにしていきたいと思います。ちょっと大人の味やってる。うん、サラダチキンがね、レモン風味だったんだよね。あ、これが入ったせい。多分それが入ったせい。なんかレモン風でさっぱりしていいかなと思ったんだけど。全然合わん。失敗しました。ぐすん。別々で食べたら食べれたみたいです。一緒に洗抜けばよかったよね。うん。まあでも、なんだかんだあっちゃんも食べてくれました。全然ポケットも食べましたよ。ありがとう。どうもありがとう、作ってくれて。次は絶対別目線したい。身長と体重を測りたいと思います。イエーイ、1年ぶり、うん、ママもやってね。それは去年はすっちゃんが115センチで、あっちゃんが142センチでした。こっちゃんはなんか伸びるから測定不能。さあ、あっちゃん、夢の150センチまであとどれくらいでしょうか。あと1センチ。やった。あれ、あれ、今何センチ、何センチだった？149センチですね。やった。7センチも伸びた。ちょっとこっちゃんが大丈夫か。121センチかな。121センチ。ということは6センチ伸びた。おお、2人とも伸びたね。うん、よかったよかった、順調に成長しております。うん、
ゃあ体重いってみます。ちょっとね、今2人ともご飯食べた直後でちょっと重たいかもしれないけど、ちなみに去年はすっちゃんは21キロで、あっちゃんは30キロ、洋服着た状態で。これ体重さ 35.3。 さ、体重めちゃくちゃ多かったら、多かったらちょっとダイエットやね。まあでも多分今食べた直後だから本当は34ぐらいなんじゃないかな。1キロも食べたわ。いや、洋服とかもあるし。今冷た。23.1。 成長したね。次がなんでって。なんでよ。これ痩せたんでしょ。いや痩せたよ。あの、知ってます、皆さん、ママダイエットしてちょっと痩せたんですよ。だからやってみてって言ってるんだよ。いや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 、誰もそれは求めてないよ。いやいや、うちはもしかしたら求めてる人もいるかもしれないからだよ。じゃあおペペのっていうか、じゃあおペペが終わったらママね。いや、おペペは今勝手に乗っております。3段だな。うん、増えた気がする。増えたね。おー、55.6。じゃあ、じゃあって今ね、ママ ね、 あのね、洋服が3キロぐらいあるとって。いや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 、でね、2キロぐらいご飯食べたけんや、5キロぐらい減らさないかん。なんで、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 5キロ減らせばいいんでしょ。ね、ね、なんで測っていいよ。家族みんな乗ってるんでしょ。今ね、うん、絶対ケンカでしょ。それ勝ったら、うん、一生懸命もされて一生チームせんよ。なんでなんで、そんな罪が重すぎるやろ、そんなの。じゃあさ、カメラに映さんで、あちゃんとすっちゃんだけ見ていい？分かってた。パパには見せないよ。なんでなんでなんで、分かった、ダメだ。ダメだそれ、ダメダメダメ、はい、カメラ映ってません。じゃあ、二人が見るだけね。あ、ちょ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 ぐらい。ありがとうございます。そういえばさ、昨日ぐらいにさ、自転車来てたらさ、ワンちゃん3匹ぐらいお散歩させてる人いたよ。いたいたいた。すーちゃん、ゲーム時期終わった？うん。お散歩行きますか？うん。ウェーイ。あっちゃんのがすちゃんのになったんだよね。雨上がってよかった、うん、今日も行けるね。もうちょっとすちゃん大きくなったら新しいの購入かな。そうね。待ってくれ。すっちゃんが自転車で走っていて、それをママが必死に追いかけるっていう散歩を最近毎日しております。足でも合わせるやつあるけど、なんでここ空いてるの？昨日より咲いてるね。今毎日すーちゃんとお散歩行ってるので満開も見れると思います。今31に来てます。おいしい？今日はね、ハンバーグにするから、ひき肉。あ、みかんいるの？なんかハロミって書いてある。え、学校でそれが出たん？うん、なんかハロミだったら、めっちゃ甘い、うん、じゃあみかん買おうか。今日の晩御飯はハンバーグとかぼちゃのスープとサラダです。宇野昌磨選手のファンになったのはピョンチャンオリンピックからなんで、今4年目ですね。スケートとゲーム以外に全く興味ないところとか、まあ、いろんな面でね、親近感を感じて、だけどね、演技がすごく素敵だなと思って。うん、できた。味噌とマヨネーズと牛乳を入れてます。ナツメグが切らしてました。
できてるよ。繰り返すぜ。一番大きいのやっぱパパかな。それはね。おお。パパこの前お寿司さ、うん、1分ぐらいで食べ終わったよ。早すぎでしょ。ハンバーグソースは照り焼き風のソースです。できました。あっちゃんはトマト多めです。えらい、おしゃれ飯になったよ。いつもこうでしょ？ね、いつも感じないよ。でも、嘘つくのはいけないよ。今日さ、10時40分ぐらいからしょうまくんの出番なんで、よろしくね。はい、よろしく。先に寝ててくれる？誰も興味がない。もう少し乗って聞いてくんないかな。おー、すっちゃん、全部食べてくれた。美味しかったですか？うん。いつもよりちょっとおしゃれやね。バラされた。まあ、いつもね、作ってるのはこんな感じなんだけど、もう少し適当に盛り付けてますね。いつもはトマトなんて自分の皿に置けないで、いつもここに、器があるやつを取ってるの。あとさ、すっちゃんさ、こっちの木の方がいい気がする。ただ木はね、あのね、食洗機で洗えないからあんまり出さないの。なるほど。お疲れ様でした。これ何？みかんじゃなくて、なんだろう。あ、これ、すっちゃんが買ってくれたみかん。へぇ、何？何？なんか給食に出た品種らしいよ。はるみ？最近できたんだって。へぇ、そういう品種なんだ。先生がこれ、前食べた時美味しかったって言ってた。うん。うんふん。そろそろ寝る時間ですけども。もう何するの？え、ママはあのスケートを見ますので。さあ、あっちゃんたちは寝ましょうか。はぁ、じゃあなんでママは普通に今日歌詞してるんですか。そうですか、そうですか、許せんぞ。いやママだけずるいよ。それならすっちゃんもさ、夜更かせさせてよ。じゃあさ、もしさ、世界一になれなかった時にママが絶望しちゃうから、うん、その時にちゃんとママを慰めてくれる？それならいいけど、うん、好きな人がいててさ、うん、その人が世界一になってもやっただけじゃん。そのやったーがママにとっては大事なんだよ。本当にっていうかさ、もう頑張る力もらえるんだよ。あなたにはね、まだね、推しがいないからわからないの。推しができたらわかる。おぴぴやろ、おぴぴやろね、すっちゃんは。ちゃんの推し、はい、ちょっと待ってよ。おい、だってね、すっちゃんの頑張ってるところとかを見て元気が出ますっていう視聴者の人もいるでしょ。うん、それでそういうことだろ。でも元気がもらえるだけでしょ。元気もらえるのは重要なんです。元気もらえるのはいいけどさ、でもさ、あれや、優勝できなくてもさ、わざわざそれで落ち込んだりせんでよ。なんでよ。何どうした？あー、よかった。えぇ、よかった、よかった。え、何が？めっちゃよかった。しょうまくんが何になってほしい？世界一になってほしい。じゃあ世界で2位なんだな。悲しい。世界で2位でもすごいけどさ。
もう充電しとこう。